はい、こんにちは、松岡です。今日もね、プラレールを買ってきました。ミューズ界の中間車、そして廃盤になった 223系の新快速でございます。まずはミューズ界から開封してみたいと思います。だいぶ汚れていて、ちょっと焼けもあるんですけども、コメントにミューズ界をフル編成にしてくださいっていうのがあって、ミューズ界って3両編成じゃんって思ったんですけど、よくよくね考えてみたら、あれ4両編成じゃんと思って、なので中間車の1両だけ買ってね、今後まあどっかのタイミングで4両編成の動画をしたいと思ってね、買ってきました。ちょっとボロボロですが、でもシールの剥がれとかないんで、こちらをちょっと綺麗にして4両編成の動画出してみたいと思います。こちら223系の新快速なんですが、中間車がこれプラキッズ用なので、スペシャルセットですね。 JR 西日本スペシャルセットのものだと思います。だいぶ汚れてます。まず先頭車なんですけど、めちゃめちゃホコリ、わかりますか、このホコリの量、ゴムとかなんかこういう汚れがついてて、シールもずれちゃってて、だいぶ汚い。これが中間車なんですけど、ボロボロですね。シールが全部剥がれてるとかないんですけども、手触ってすっごい汚いんですが、こちらはなんと221系ね、改造したいと思います。よくね、コメントでね、いただいてたんですよ。なんか、221系を作ってくださいっていうの。別に、221系は結構皆さんやってるからいいかなと思ったんですけど、今回ね、今日これ買っちゃったんで、これを221系にしたいなっていうことで、そうしたいと思います。で、最後に動力車。まあ、動くかどうかですね。動きそうな感じしますけどね。はい。あ、動きますね。でも、動作バツって書いてあるんですけど、割と早い。これいいやつだわ。ということで今回はこの車両を買ってきました。以上でございます。